皆さんこんにちは。それでは今回も続きをやっていきましょう。はい、じゃあね、ムーンと太陽だけ戻ってきたんですよね。虚無の世界から元の世界にね。はい、今ね、ワイワイタウンに向かってます。なんだか前よりさらに暑くなってるよね。確かになんとなく太陽も大きくなっているような気のせいかな。見えてきた。やっとワイワイタウンだ。もう少しだよ、行こう。はい、じゃあチャプター19、この星は今っていうのをやっていきますね。新しいチャプターですね。ムズパスやミルタンクが石に。まさか。みんなも石にされてる。調査団のみんなは調査団に行こう。太陽は大きくなるわ。こっちの太陽じゃなくてね、お空の太陽ね。みんな石にされちゃってるわ。でも外が暑いのとね、その太陽が大きくなってきて、外が暑いのとこの石化って関係あるんでしょうかね。お店も、もうなんかもう BGM がもう鬱だもん、マジ。みんな。ああ、入れないのね。よし、じゃあ行こうか。あ、食べてるところをペロパンも石に。これは世界一？敵から逃げてたんじゃなく、世界一を食べようとしたところを襲われたのか。そうだ、デニューやジェラーチンは、デニュー、ジラーチン。あれ、あ、みんな逃げてる。わあ、と思いきや、なんと太陽さんとムーンさん。てっきり誰かが襲ってきたのかと思ってビビりましたよ。よかった、みんな無事だったんだ。ここに避難してきたんです。太陽さんたちも無事で何よりです。それにしても一体何が起こったの？イベルタルに襲われたんだと。イベルタルに？ここだけじゃないですよ。世界中に向けてイベルタルから警告があったんです。全てのポケモンを虚無に変えると。虚無って言われても何それって感じで、警告を聞いた時は正直よく分からなかったんですが、しばらくしたらイベルタルがこのワイワイタウンに現れて、なんとみんなを次々と石に変えていくじゃないですか。もうびっくり。預かりボックス抱えて慌てて逃げましたよ。それで置いてあるのね、預かりボックス。そしたら調査団の方がこの建物を開放してくれたので、お言葉に甘えてここに避難してるというわけなんです。そっか、大変だったんだね。それにしてもイベルタルが世界中のポケモンを襲うなんて、一体何のためにそんなことを。古代の技術には石化の原因はダークマターとあったし、それにイベルタルや木の花がどう関係しているんだろう。まだまだ分からないことが多いな。世界中のポケモンを手に回したわけだし放ってはおけないんだが、と。伝説のポケモンたちがイベルタルに戦いを挑むも、逆に次々と石にされてしまったという噂もあると。今のところどう立ち向かっていけばいいかもわからないんだよな、と。そっか、僕たちもこれからどう戦えばいいのかわからないけど、でも対抗する手段は絶対に見つけ出すし、石になったポケモンも必ず元に戻す。だからみんな持ち込めないで元気出してね。あれ？あれ？みんなどうしたの？いや、まさかお前のような子供に励まされるとは思ってもいなかったもんで。太陽からそんなこと言われちゃ元気出すしかないですよね。みんな心配しなくても大丈夫、沈んでなんかいられませんよ。天竜さんも何とかするっておっしゃってましたし。天竜？そうだ、天竜もいるの。ジラーチもな。ああ、よかった。そうなんだ、おかげでるかも。よかった。そうだね、ペロパフはね。お願いします。お願いします。そうだね、預かりボックスは大きいね。ありがとう。はい、ありがたい。おかげ
クレッフィーもいるから箱も開けてもらえるね。よし、じゃあちょっとデーニョに会いに行こう。あとやっぱ1体だね。ボス1体ですね。ラスボスかー、ついにもう終盤ですね。9割方来た感じですか。あー思い出せるしね。そっか、ルチャブルは思い出すのか技を。んこれは、あ、調査団の来てこういうのとか全然見てなかった。時々サボろうって書いてあったぞ。ちょっとみんながね今いないから、6から10まで、上かな天竜は。あ、いない。あ、あ、ニャスパー、あ、ニャスパー、うん、太陽、ニャスパー無事だったんだ。うん、太陽、本当に、うんと太陽なの、本当に、本当に、よく無事で、あ、ニャスパー、あー、かわいい、ニャスパーかわいい、もう、ぬいぐるみにしたい。え、僕たちが石にされるところを見てたの？うん、天剣山の頂上で遠くから隠れて、あの時太陽には村で待てって言われたけど、心配だからこっそり後をつけていたの。そしたら、あんなことに。でもよく石から元に戻れたね。一体どうやって？それがいろいろとあって、はい、そう、そんなことがすごく大変な思いよ。そういえばニャスパーこそどうしてここに？手伝ってほしいって言われたの、デニューさんに。デニューに？そうだ、デニューはどこなの？出かけてる。ジラーチさんといろいろなものを調べるために飛び回ってるの。私はここでテレパシーを使っての連絡役。おかげでいろいろなことが分かったよ。ダークマターのこととか、各地で今どうなってるのかとかね。各地ね。ヤスパー、そういえば穏やか村は？穏やか村はどうなったの？見てこなかったの？村は、村のポケモンは、みんな、石に。太陽、おじい、おじい、おじい、太陽、どうしよう、私言わない方が良かったのかな。ニャスパー、え、多分大丈夫だと思うって。ここに来る前穏やか村で誓ったんだ。そうね。あー、やばい、もう冒頭からやばい、もう最初から、はい、そう、あの時誓ったの。そうよ、うん、そう、それならいいけど、確かに時間はないよね。ダークマターはもうかなり成長しているらしいの。生命の木を早く。ああ、誰？太陽？え、違う、太陽じゃない。隠れて見ていた。誰が、誰だ？え、上に逃げたみたい。あとちょっと怖いので成功するであるちょっと怖い誰だろう。上の部屋だからジラーチではなさそうだね。あー、いた。おい、お前か。お、オーベム。え、このポケモン、まさかこんなところで。あ、なんとかしないと。ベムー。おい、バトルだぜ。ちょ、待ってよ、ちょっとどうしよう。睡眠、はい。あー、ちょ、強ない？超強くない？やっぱこの枝
ちょっと待って、ちょっと待って、強い、あー強い、あれプチ復活の種使い切っちゃったよ。このしぶとい、ビムー、あ、負けたけどよかったんでしょうか。私はおじいよ、よくもおじいよ、おじいよ、村のみんなを、よくもみんなを、太陽、ここで終わり、相手はもう戦う気力がない、ヤスパーねえ、何を企んでここに、違う、何も企んではいない、私は逃げてきたんだ、この花やイメルタク、何何その展開、なんだって、私たちはみんなダークマターに支配されている、操られているんだ、あ、操られてる、そうだ、ただお前たちムーンと太陽が虚無の世界を出るときに衝撃波が生じ、その瞬間私だけ支配が解けたのだ、正気を取り戻した私はこのままではいけないと思い隙を見て逃げ出してきた、な、何それ、そんなことを信じろって言うの、いや、本当かもしれない、ええ、電竜さんから聞いたの、ダークマターは心に隙があるポケモンに侵入し、その心を乗っ取り操る、操られたポケモンは虚無の力を得るようになる、そしてその力でポケモンからエネルギーを吸い取って石化し、逆にそのエネルギーでダークマター自身が成長する、ダークマターはポケモンを操ることで力を得ているの、そう、そうなんだよ、信じてくれ、さっき戦ったんだってそっちがいきなり来たから、私戦ってもお前たちを石にすることもなかっただろう、 しなかったんじゃなくてもうできないんだ、その能力はもうないんだ、ダークマターの支配が逃れたんだから、ビベルタルやコノハのオーペマはダークマターに操られていた、これで謎がまた一つ明らかになったわけだけど、かといって信用できるのか、このオーペマを、じゃあどうしてここに、ダークマターの生命の木がある場所を知っている、ダークマターの生命の木の場所、かつて私たちが調査団ポケモン石に変えた場所、古代遺跡、その奥深くに生命の木はある、古代遺跡の奥に生命の木が、奥深いところにあるからこそ今まで誰にも見つからなかったのだ、その生命の木にダークマターが取り付いている、ダークマターはかなり成長していて時間がない、私はダークマターを破壊する協力者を探しにここに来たのだ、ダークマターを倒しに行くつもりなのか、操られていたとはいえ私は大変なことをしてしまった、私はお前たちの仲間を、多くのポケモンたちを石に、今さら爪滅ぼしができるとも思っていない、だがせめて世界を救うことができればと、ふふふ、あー、どうする、演技なのかもしれないし、天竜に相談したいな、ヤスパお願いできる、わかった、更新してみる、はい、出るかな、ヤスパどう、ダメ、繋がらない、天竜さんどうしたんだろう、天竜に判断してもらおうと思ったんだけど仕方がない、僕たちだけで古代遺跡に行こう、ヤスパーは連絡する役目があるからお留守番ね、僕とムーンオーベまで行ってくるよ、かなり危険だけど時間もないし、どうやらそれしかなさそうね、オーベの言うことが本当ならすぐに行って叩くべきだと思う、イベルタルやコノハナたちを出し抜けるかもしれないし、危険だけどチャンスでもあるんだ、電流につながったら僕たちのこと伝えといてね、うん、ダチョウ司令室に戻ってまたコンタクトしてみる、その前にラプラスにも連絡しとくね、今海に避難しているけど事情を話せば港へ来てくれると思う、じゃあね、ありがとうニャスパー、オーベも古代遺跡まで案内してくれ、でも完全に信用しているわけじゃないからな、妙な真似したら、分かっている、私もこれで信用されたとは思っていない、誠意を尽くすしかない、コム、イカやカクレオンたちのお店もやっているから、そこで道具とか揃えて冒険の準備もして、ラプラスのいる港へ行こう。はい。よし、じゃあ、あともうちょっとやろうかな。
ちょっとね、冒険の準備をしてこようと思うので少々お待ちください。よし、お待たせしました。では行きましょう、港。音楽が暗いな。あ、いた、ラプラス。どうも、ヤスパーから伺っています。古代石に行くんですね。古代石はここより東の海中洞窟より続いています。え、海中に洞窟なんてあるの？はい、その洞窟を抜けさえすれば古代石の地下へ入っていけるのです。じゃあ行きましょうか、古代石。はい、行くぞ。あ、ヤスパー、よかった、ようやくつながった。そちら大丈夫ですか？うん、今ムーンと太陽が古代石へ向かってます。なるほど、わかりました。とりあえずはそのままで OK ですね。はい、何かありましたらまた連絡しますね、この花さん。え？ちょえ、ここで裏切りフラグが立った。皆さんそろそろですよ。チャプター20に来たんですが、着きました。ここは東の海にある小さな島です。そしてあそこが海底に向かって海の中を進む洞窟、海中洞窟への入り口なのです。そしてその先、海の底のさらに地下に古代石はあります。かつて古代のポケモンたちが栄えた大陸は時を経て海の底へ沈んだのです。ここから先は私が案内する。ただダンジョンでは先頭を置いてくれ。私は後方からサポートする。その方がお前たちもやりやすいだろう。とかなんとか言っちゃって、実は後ろから襲ったりとか考えてるんじゃないの？ダンジョンの途中でお前たちを襲ってその後どうするというのだ、この海中洞窟の中で。それはわからないけど、なんか疑わしいんだよな。ひそひそ、とにかくオフメブには注意して進んでいこうね。そうですな。もしワイワイタウンに戻りたい場合は私に話しかけてくださいね。うん、ありがとうラプラス。よし、じゃあ行こう。はい、よし、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。これ最後になるのかな。じゃあもうちょっとなんかね、復活、プチ復活の種とか復活の種とか持ってった方がいいかもしれないかな。よし、じゃあね、また次回よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをピチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。